こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主の咲熊です。さて今回は、かなり時代を遡りまして、11世紀のお話。フィリップ1世紀先、ベルトラード・ド・モンフォールです。また古いとこ行ったな。マイナーどころ攻めまっせ。はい。今回の王妃様は一応悪女のくくりですが、大した悪ではございません。今回は残酷な話は出てきませんので、ご安心を。その波外れた美貌と向上心で、王妃という野望に突き進んだベルトラード・ド・モンフォール。彼女とフィリップ一世が起こしためちゃくちゃな略奪愛はやがて、国と教皇を敵に回す大問題へと発展してしまいます。懲りない男女のドタバタ劇。今回はどうぞ、ゆるい気持ちでご覧ください。時は11世紀のフランス。家庭庁の第4代国王、フィリップ一世の時代です。ベルトラード・ド・モンフォールは、1070年頃に生まれました。父はモンフォール・ラモーリー領主シモン一世。母はアニェス・デ・ブルー。ベルトラードは、幼い頃からその美貌を褒めたたえられた、それは美しい娘でした。1090年、ベルトラードは、アンジュ・ハクフルク4世に見染められ、19歳頃に結婚します。もはや画家にやる気が見えねえ。この頃は宮廷画家という職業はなかったんだよ。だから少し手先が器用な聖職者とかが、片手間に書いていたんだ。だから彼らに悪意はないぞ。フルク4世はこの時46歳。彼は生涯で5回の結婚を繰り返し、ベルトラードは5人目の妻でした。しかも3人目の妻と離婚後、その元妻を地下牢に投獄するというクズっぷり。いや、なんでこんな下水おっさんと結婚するかねえ。ベルトラードは向上心が強く、自分の家よりもっと格上の男性と結婚することを望んでいた。彼女にとって名門アンジュー家のフルク4世は、申し分ない相手だったんだよ。そして結婚した翌年に、ベルトラードは男の子を出産しました。この男の子は後にエルサレム国王となる、フルク5世です。二人の結婚生活は順調で、夫婦仲も良かったのですが、1092年、夫婦でフランス国王フィリップ1世に謁見した際、思いもよらないことが起こってしまいました。なんとフィリップ1世が、ベルトラードに一目惚れしてしまうのです。フィリップ1世はこの時40歳。もちろん王妃だっています。ホラント・ハク・フロリス1世の娘、ベルト・ド・オランドです。ベルトは1071年にフィリップ1世と結婚し、後のルイ6世を含む、4男1女を産んでいました。しかし、22歳の若く妖艶な美女、ベルトラードに、すっかり恋をしてしまったフィリップ1世は、妃であるベルトに、離婚を言い渡すのです。もちろん納得いかないベルトは、離婚する理由はないと応じませんでした。するとフィリップ一世は言い放ちます。お前は太りすぎだから離婚したいんだ。アホかこのおっさーん。え、国王よ、国王がそんな現代のくだらない離婚理由みたいなこと言い出すの？言い出したんだな。もちろん、そんな理由での離婚なんて、教皇も認めるわけはありません。よっしゃ仕事成教皇。あ、ちなみにこの時の教皇ウルバヌス2世は、十字軍を追っ始めたとんでもない奴だぞ。一番いらん仕事した教皇だったー。金と権力を得ていい。あ？すんませんすんませんすんませんマリア様。お前ちょっと校舎裏声や。ひよろしくお願いします。私は何も見ていない私は何も見ていない。しかし、当時はまだ教皇の力は国王をしのぐほどには強くはなく、フィリップ一世は無理やり、ベルトとの離婚を強行してしまいます。さらに離婚成立後、ベルトをモントルイユの要塞に幽閉してしまうクズっぷり。だからなんでいちいち呼び幽閉するんだおさーん。これで、晴れて独り身となったフィリップ一世。しかし、愛しのベルトラードは人妻です。どうやって彼女を口説き落として、ベルトラードとフルク4世を離婚させるのか。フィリップ一世の作戦は、ベルトラードを誘拐するというものでした。いや何やってんのこのおさーん。1092年、フィリップ一世は、ベルトラードをアンジュ伯領から連れ去ってしまいました。一説では、彼女をパリに連れてくるために、将校と文献隊を送ったと言われているのです。いやいやいや、それ軍事行動、嫁の誘拐で軍事行動しちゃってるよね、この王様。妻がさらわれたことでフルク4世は激高しますが、相手は国王です。表立って批判したり対立することはできず、ほぼ泣き寝入りでした。しかもフルク4世は、二人目の妻との息子ジョフロア4世に反乱を起こされて、それどころじゃなくなっていたのです。散々な晩年ですね。でもベルトラードもかわいそうに。子供だってまだ小さかったんでしょ？辛かったろうな。実はそうじゃないんだな。え？この誘拐は、
ベルトラードの同意の上でのものだったのです。それどころか、彼女は自分の意思で、フィリップ一世の元に走ったとも言われています。なんで言っただろう、彼女は向上心が強く、自分の家よりもっと格上の男性と結婚することを望んでいたと。相手が国王なら、よっしゃー、私の時代来たー、って感じだろうな。おそらく、夫婦で国王に謁見した時にすでに口説かれていたんだ。そこで野心に火がついた彼女はフィリップ一世に、自分が欲しいなら王妃にしてくれと言ったのかもしれない。だからフィリップ一世は早急に王妃ベルトと離婚した。彼女には、女性の官能的な魅力が全て備わっていた。という当時の記述が残っているほど、妖艶な女性だったんだよ。その美貌の前に、フィリップ一世は抗えなかったんだな。そして実は、フィリップ一世の母アンヌ・ド・キエフも、略奪婚しているのです。もうやだフランス宮廷。1060年に国王アンリー一世が亡くなり、フィリップ一世が7歳で即位しました。彼の母アンヌ・ド・キエフが幼い国王を補佐するために、フランス初の女性摂政となるのですが、彼女は、バロワ・ハクラウール4世と恋に落ちてしまうのです。しかし彼には妻がいました。バロワ伯は一方的に妻に離婚を言い渡しますが、その離婚は無効とされます。すると二人は駆け落ち同然で、結婚を強行してしまいました。しかもまだ10歳だった、フィリップ一世を置いて。その後、アンヌは50歳でバロワ伯と死別。するとフィリップ一世はアンヌを自分の元に迎え入れ、剥奪された王妃の称号も戻してやるのです。いい息子だな。いい息子やけど自分の王妃は幽閉するんやな。ベルトラートとフィリップ一世の結婚を知った元王妃ベルトはショックのあまり寝込み、翌年に亡くなってしまうんだ。ほんとこの王妃様が何をしたというのかね ?1093年、ベルトラードは息子のフィリップを産みます。王妃になることができたベルトラードですが、一人、目障りな存在がいました。それは、前妻ベルトが産んだ四つ子、後のルイ6世となる王太子ルイです。男子を産んだことで、自分の子供を王位につけたいという野心を持ち始めたベルトラードにとっては、王太子ルイは邪魔でしかありません。当時12歳頃だったルイは、ママ母ベルトラードにかなり辛く当たられたそうです。さらにベルトラードは、勉強という名目で彼を3度に修道院に追いやり、厄介払いしてしまいます。なぜこういう女性は毎回毎回、おとぎ話の意地悪なママ母こじらせるんや？まあ、陰謀渦巻く宮廷を生き抜くには、王妃も意地悪なくらいじゃないとやってられないんじゃないか？それは違うよ。はい。子供を等しく愛せない女性に、王妃という、国の母になる資格はないんだ。マヌルネコ先輩、またたたー。先輩、カリカリ食べますか？餌付けするな餌付けするな。生肉がいい。やだワイルド。いや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 、ときめく場面じゃないからね、ただの野生動物だからね。うまくいったかに見えた二人の生活ですが、こんなことを教会が黙って見ているわけはなく、リヨン大司教はフィリップ一世と前王妃ベルトとの離婚を認めず、ベルトラードとの結婚は無効とされました。さらに1095年、教皇ウルバヌス二世が正式に、フィリップ一世とベルトラードの破門を宣告したのです。その上フィリップ一世は第一次十字軍のリーダーの地位も下ろされ、参加さえさせてもらえなくなります。十字軍へは、弟のユーグが参加しました。フィリップ一世は仕方なくベルトラードと離婚。なんとか破門を解いてもらいます。破門はいやー。破門されるとどうなるん？教会の庇護を受けられなくなる。この時代は冠婚葬祭だけではなく、政治から学校、医療、商売、流通、すべてに教会の力が及んでいるんだ。破門されてカトリック教会から追放されるということは、そのすべての社会システムから締め出されるということなんだよ。さらに、死後の世界で約束された復活も破門されれば復活はできず、地獄に落ちると言われている。カトリック教徒にとっては社会から阻害されるよりも、こっちの方が恐怖だったらしいな。しかし、ベルトラードのことが死ぬほど好きなフィリップ一世。彼女と離れてなんて生きていけません。二人はすぐに、こっそりと同居を始めました。そう、二人の離婚は偽装離婚だったのです。そして懲りないフィリップ一世は強行に上告して、なんとかベルトラードとの結婚を認めてもらおうと頑張りますが、未だベルトラードと同居していることがバレて破門。また二人は別居します。しかしまたすぐに一緒に暮らし始め、そしてその間にちゃっかりと二人目の子供が生まれます。これには強行もぶち切れ、またまた破門が言い渡されました。いやいやー、ベルトラードちゃんと離れたくないんやー。ほんと懲りねえなこの王様。
この後も、フィリップ一世はベルトラートと、離縁、復縁、そして教皇から破門を繰り返します。もうひっちゃかめっちゃかです。そして当然、貴族たちや国民からの支持を失い、次第に政治の実権は王太子のルイに移って行きました。ベルトラードは王太子ルイを邪魔に思い、密かにイングランド王ヘンリー一世に、ルイを捕らえてくれるよう頼んでいたとも言われています。一説では、彼女は王太子ルイを毒殺しようとしたとも。しかしこれはあくまで、彼女をよく思っていなかった教会側の記録なので事実かどうかはわからず、彼女を徹底的に悪に仕立て上げるために、捜索された可能性もあるそうです。汚い、さすが教皇汚い。1104年、二人は別居することを宣言し、何度目かの破門を解かれました。いやー、歳をとって二人も大人になったんやねー。もういい加減落ち着いて、穏やかに暮らした方がいい。しかし、まさか、やはりその後もフィリップ一世は、目立たないように宮廷内にベルトラードを住まわせ、結局二人は最後まで、離れることはありませんでした。もう、ほっといたらええんとちゃう？1108年7月29日、フィリップ一世は56歳で亡くなります。フィリップ一世は、自分は祖先が眠るサンドニ大聖堂に埋葬される資格はないと、サンブノワシュルロワール修道院に埋葬されることを希望しました。ベルトラードと息子たちはルイ6世に追放され、全府の領地、アンジュー伯領に戻りました。フルク4世は1109年に亡くなっています。そこで前の夫との息子、フルク5世の援助で生活した後、ベルトラードは、1114年にフォントブロー修道院に入り、1117年2月14日に、47歳で亡くなりました。なんだかんだと、死ぬまで離れなかった二人。破門されても、十字軍を外されても、王としての信用を失っても、それこそ、世界中を敵に回しても、ベルトラードだけを愛し続けたフィリップ一世は、女性にだらしないおバカな王、というよりは、ただ、運命の女性に出会ってしまっただけの、おバカな王様だったのかもしれません。ベルトラードも、王妃になる野望は途中でついえましたが、それでも、一国の国王にここまで愛された彼女は、とても、幸せだったのではないでしょうか？その後ルイ6世は、一人目の妻とは3年で離婚しますが、二人目の妻に堅実で賢い王妃、アデルド・サボアを迎えます。そしてよほど父親の醜聞が答えたのか、ルイ6世は愛称を一人も作らず、真面目に国政に取り組みました。しかし、ルイ6世は息子ルイ7世の嫁に、あの、アリエノール・ダキテーヌを選んでしまうのです。そしてまたもやフランスは、ひっちゃかめっちゃかになってゆくのでした。いやー、愛に突っ走るお国柄だな。お母さんからして突っ走る人だったんだね。フランス宮廷は、この時代からフランス宮廷やった。まあ、フィリップ一世の母親アンヌ・ド・キエフはウクライナの出身だけどな。凄まじいほど綺麗な人だったらしいぞ。でもさ、ベルトラードって教会の記録で必要以上に悪女に仕立てられたってなってたけど、本当はいい人だったかもしれないの？いや、それはない。なんで？散々彼女にいじめられた、ルイ6世の証言があるからな。ああ、なるほど。家庭庁書記の他の王妃様のお話は、エピソードが少ないので、いつか、まとめて動画にすると思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。